いらっしゃいませ。何から説明すりゃいいんだっけ？こんな感じです。今こんな感じです。ていうか、普通に机の上にか、置けばいいか。いらっしゃいませ。そう、コレステローラー。アイムコレステローラー。よいしょ。いらっしゃいませ。ちょっとマイク少し離れますけど。生い立ちから1泊6300円のはず。まだ払ってないけど。よいしょ。うつぼうし、本当かよ。あ、いらっしゃいませ。宿までの道中はすごい道でしたよ。ていうか、暗くなってたのが良くなかったな。来た、デリとペイチャンネル。ちょっとさっきまでこれでずっと明日の予定考えてました。これ、あ、そうか、オートフォーカスオンにした方がいいかな、今は。で、明日の予定をタブレットで。あ、そうだ、コスプレロール。コスプレロールって何の話だ。ちょっと待ってください、オートフォーカスオンにしとこう。これでよし。軍艦島はどこなんでしたかね。屋久島ではないです。福江島です。明日の予定をずっと考えてました。意外と距離ある。雨が降ったらいろいろショートカットしなきゃいけない。え？そう、タブレットさんですよ。バッテリーの残りがずっと使ってたからもう9%しかない。皮膚が、そうそう。あ、でも明日そうでもないんですけどね。そう。ここの夕食、ちょっと気合い入りすぎだと思うんですよね。こんばんは。で、30代ぐらいの奥さんなのかな？あと、ドッキリさんいらっしゃいませ。10歳ぐらいのお子さんがいましたね。入り口に入って。あ、そう。ここ意外と新しいんじゃないですかね。そう。6300円みたいですよ。で、ギザギザ具合。まずあれか。タブレット。あ、マイク。じゃあちょっと、ずっとここに入れてますね。この距離で。で、こんばんは。よっと。ニーズはわからない。そうそう、本当です。何が？若おかみかも。いや、若。30代ぐらいだと思うんだけどな。何が見えてる？あ、ちなみに今日はちょっと館内肌寒いんでこの格好です。いつもの格好プラスこの羽織で。まあ、とりあえず今日は酒とかないんですけど、近くに商店はあったけどお酒売ってなかったんで。で、今日買ってきたこれ、ちいかま1本目ですけどね。アクエリで乾杯です。まあ、とりあえず乾杯。フォーカス合わないですね。乾杯。ああ、酒より100倍飲みやすくて美味しいな。あと、チカマ。ハマチ、あれ、ブリでした、やっぱり。当店。今日のブリ、本当うまかった。私、もともとブリの刺身が好きなんですよ。福岡の実家で、よくブリの刺身食わせてもらってたんで。ん？アクエリアスに刺身がある？ウイニングラグ。窓際のとこに今、ポタファイ吊り下げてるんですけどね。ちいかまは、私は結婚じゃないですが、とりあえず夜食、でも夕食あんだけ食ったからな。昨日ファミマで買ったやつ。長崎市街の村上天主堂の近くで。写真が、ハマチってあんな感じでしたっけ？で、じゃあ今日の夕食紹介ですかね。本当はスライドショーみたいにデスクトップで表示できれば綺麗なんですけど。
ちょっと色が濃すぎるけど、まあツイッターでも載せたんですけど、こんな感じ。今はポカリ、中のつぶつぶはチーズですね。何チーズかわかんないですけど、ですね、手前からとんかつ、どれかわかんないけど、なんか魚の煮物で、ブリの刺身、あとはあの煮物とか、煮物ってあの、野菜とか卵入り巾着の煮物とか、あとなんだっけ、あ、そうそう、あと味噌汁も、味噌汁もあのカニっぽいやつ、これが6300円の民宿ってちょっとカロリーオーバー。それ旅行中はもうそれ考えないことしてます。でですね、この中のこのブリの刺身が美味しくて、あの、これブリなんですかって聞いたら、うん、今日はブリになりましたって言われました。2800円、安いな。なきゃあるか、6300円です、確か。でも6500円だったかもしれないな。6500円ってことは税入れて6800円とか。あ、そうそう、トライアスロンは夏にやるらしいですね。ブリの刺身本当うまかった。キンメかな、いいもの、これですか、豚、そう、あの、アスリート仕様の晩御飯かな、うまそう、取れたてどうでしょうね。ここって確かあの釣り船やってるんですけど、網元っていうところかどうか知らないです。わさびたっぷりで食いました、うまかったですよ。後藤うどん、昼にあのうどん定食食べましたよ。その時、刺身500円、カツ500円、あとブリ刺身がですね、山盛りなんですよね。さっきのその、これが1人前のブリの刺身か？あ、そうそう、朝食も楽しみなんですよね。ピンボケ。このブリの刺身、量も多くてうまかった。この屋さんは本当になんか、この食事のために来るっていう人がいてもおかしくないと思いました。まさか今日年末で一人だったから、特別豪華ってことあるのかな？そんなことないよな。ストローっぽい包装紙のかまぼこ、ストローっぽい、ストローみたいな見た目のってことかな。めちゃくちゃうまかったですよ。で、昼ご飯の写真は、お客さん私一人です。貸し切りだって言われました、やっぱり。他に客いらっしゃいません。スシロー。この民宿はですね、アクセス的には結構難しいとは、そう、車だったらまあ、福江港からすぐ来れると思いますけどね。福江港から確か車で40分って書いてあった。あ、あった。うん。赤い。これ今日昼の、あの、フェリーターミナルのレストランで食べた五島、あの、五島うどんとは別に書いてないけど、うどん定食750円。ん？苦戦してる風に、ああ、天気がいまいちなんですよね。で、あの、うどん定食の全体像はこう。あの、おぼろ昆布と海苔がついたおにぎりと、五島うどんと足のフライと、あと右上、赤いやつなんだっけ？あ、左上か。あ、そうそう、これ、あの、ドレッシングかかったサラダなんですけどね。で、このアジフライも今日妙にうまかった。うどんはまあ、細くて滑らかだけど、まあ、腰はそんなにないんで、どちらかというとアジフライの方が印象強かったです。このアジフライうまかったん？ストローが。あ、それ、私、福岡の実家で食べたことありますよ。自転車こいだ後の、そう、今日は割と後半ですね、あの、腹が減ってたんですよ。後半の写真は、やることが、まあ、私も他のシーン持ってないんですよね。明日雨が降ったらどうするか、降り具合によります。でも、どっちしろ、福江港の方まで戻んなきゃいけないから、あ、あった、雨雲だったと思います、確か。あと今日ですね、あの放送の後の出来事です、ご覧くださいって。ピント合わないか、何の配信、福岡また太ったやつか、いらっしゃいませ。もう太ったって言う人っていう風に覚えます。
ピントは、ロボさん、くせ毛。くせ毛、かなりくせ毛です。ピント合わね肉じゃなくて青え。あ、来た来魚系た。だから健康にはまずまずじゃない。健康ですか？アジですよね。これです。5ミリから10ミリぐらいの氷がバリバリ降ってきて、後ろのレインカバーかけたバッグに積もり始めたんですよ。氷の、つぶつぶしたやつが。ちょこで、ちょこナウローギングになる。ナウローディン死んグに、でいあ、そうた。ですか。で、こんな感じ。で、なんか小さくて割と美味しそうだったから、口に入れてみたけど、食感はないですね。みぞれですか。あんまり食感何なくでてしすたぐにそ溶けてれ。しまって味野は生ない。動物いましたか。飲み込まずに吐き捨てましたけどね、鳥の雨糞の水は。洗い方。なんかすごい。すごかったですよ。日頃の食事と全く違うので胃腸が少し心配。ああ、GoPro は食べ少るしじか。ゃない、少し。寝る夫ん？さんは野宿です。GoPro 終わった。GoPro も録画できなかったですね。雨の中だと充電しながら映せないんで。ネロさん野宿、この季節ね、本当よくやるよな。あとこれはですね、なんか演歌流してる車が、バンがやってきて、なんだよ、なんかこんなとこで演歌とか流してと思ったら、そのバンが止まったらですね、近所からおばあちゃんたちが出てきて、これ移動販売の車が、いつもの曲を流しながら来るんですね。だから、あ、これちいかまです。おばあさんたちが、演歌を合図に、ああ、移動販売の車来たって言って買い物に行くんですね。なんかおばあちゃんたちが透明ビニール厚手の買い物箱みたいなの持って、家から出てきたんで、なかなかいいなと思いました。あとは、あ、そうそう、移動販売。外線車じゃないです。しかし今日はずっと降られてましたよ、雨。もう後半の道はこんな感じでしたね。で、ダメだな、PC の反射の方に行ってしまっこて、の暗い写映像真映一らな番い。いい。ネルオさんは火をぼうぼう焚いて何かやっボてーボーた。焚いて。右翼ばあちゃん、試練ですか。田舎にん？あります失礼。よね。移動販そう、売。移動販売。パブロフもうの真っ暗犬でし的た。な。雲があるんで、本来の明るさよりもはるかに早く暗くなってしまうんですよ。ああ、安定しないですね。どうも、長崎に来てから電波が安定しない。ロボさん、なんこでんだばんろう。は。こんばんは。というわけで、あとは長店にも崎あった市か内な？でも坂の上の方の住宅地に移うん。動販売来るよ。へえ。雨は降っても降られるな。長崎市外でも。買い物に行明け日もない雨っぽい年んで寄りすよのためね。ですね。そうそう、車自分で運転できない人たちのためですね。こんばんは、ロボさん。こんばんは。長崎は今日も雨だった。で、私もなんかそこで買い物させてもらったら、売り上げに貢献できるのか、そのおばあちゃんたちのための商品がなくなってしまって悪いのか分からなかったんで、買いませんでしたまけだ食ど。ってんのか、わらわら、まだ福食ってま井出す。身です。あ、福江出身の人いらっしゃいませ。今日はでも雨が降ってて、移福江動のいいと販ころ売ほとでんど見宴られま会せん聞でいした。たことない。わん？ら、移動販売で移動販魚売系で演豆歌。腐売り場ありますいや、ね。確か明日ですね、はいつ他出の、発予定？どこで見たっけ？深夜の天気が雨時々雪になってますね。あ、さっきから雪結構か降ってままたすまよ。たバチバ雪チ、かまた雪屋かま根たの音雪が聞こえかたりします。演歌流してる移動販売、どこで見たんだっけな、この間。確か伊豆の方じゃなかったかな。うん、確か、ジャイシ峠の近くだ。で、明日は何時？ 8 時頃出たいんですけど、天候次第ですかね。天候によっちゃ、お城明日行くの？お城、ああ、福江港まで戻ってきて、まだ明るければ行きたいと思います。唐突ですが、チェーンオイうん。ルは何を使ってますか？チェーンオイルは確かワコーズなのんやつかですこっちね。見てる。うん。誰か。チェーンオイル。まあ、一通り答えましたね。あと、明日の補給食として、近くの商店で買ってきました。雪だと、積もったりするとちょっとやばいですね。その棒はマイクではないです。って言ってるね。夕食豪明日邸のなん方てやつが、がいくらですか？
夕食、確か6300円で、だんだん自信がなくなってきた。6300円の宿に泊まってるつもりです。何が？あと、この近くにある商店の、ああ、ダメだな。やっぱり PC 画面が邪魔して映らないですね。あ、ちょっと映ったかな。ラグですか？電波良くないですね。まだ13分も残ってんのに。まあ、じゃあ。安い。確か6300円で合ってるよな。どこにあったっけ？ダンスがどっかあった。真っ暗です。さすがに何も映らないと思う。街灯もあまりないし。切れた切れた。サービス、そうそう、忘れてた。洗濯機使いますかって聞いたら、じゃあ汚れ物出しといてください、ネット渡されて、明日の朝まで乾かしときますんで、洗濯したいものはこの中に入れてくださいって言われて、今、お願いしてるとこです。民宿でですよ、旅館でそういうサービス一遍受けたことあるけど、都選、あ、そうなんですか。都選も、あ、そうか、都選もやってるんだったかな。6300円ですよね。やっぱり安い。サービスだと思います。民宿で普通そこまでやらないですよ。若女将だったよな。私なんか、人の年齢あんまりよくわかってない気がしてきた、最近。すごいですよね。逮捕ビロ、背渡し、これ背渡しってあれですよね。なんか、無人島みたいなところに、その釣りの人を渡してくるっていうのが背渡しですよね、きっと。民宿浜辺逮捕。客室数5ですね、ここは。あ、お弁当。お弁当か。でも明日は多分、明日本当は道の駅のですね、バイキング食べたいんですけど、年末年始やってないって書いてあるけど、多分明日29日ですよね。やってないですよね。いや、多分これ一人当たりは、民宿ってこういうのは、ホテルとかと違って、でもわかんないですけどね。でもまあ、こう書いてる以上は、多分6300円なんでしょう。背渡し船って書いてあるんですよ。イケメンだからか。ん？全部料理。にしたって、ん？明日は、あ、そうそう、明日はですね。明日は、お弁当は、ん？あ、島田さん、あんま聞いてないですね。明日はとりあえず、残りのぐるっと一周回って、福江港まで戻って、ここで泊まるか、そっから別の島に渡って泊まるかっていうのはまだ考えてないんですよ。てか、フェリーの時間調べるのめんどくさくて、まだ見てなかったんです。1日31キロ。31キロ？ 3 万1000円ってことか。ということで、
空港それ見てないんですよね。物価が異常に安いのかな。物価が長崎市街のあたりは妙に安かった気がする。インターネット接続はワイヤレス昼ん？ワイヤレス、あ、そういえばここはなんかアクセスポイント1個あったんですけどね。確かうん、なんたらかんたら G とかなんたらかんたら A っていうのが見えてる。でもあんまりここだと届いてないっぽいな。男女群島ってどこですか。うん、道の駅。あ、マジで、あれ検索したけど私それ 見つけられなかったです。じゃあ明日やってますね。じゃあバイキング食べられるかな。 1000円ぐらいでバイキングで、あの地元の食材使ってあるバイキングらしいんですよ。なのであの地元の食べ物を抑えたいという欲求を一気に満たせるっていう。正直1名様だとめんどくさい、それあるでしょうね。それはもうわかります。タブレット使いやすい、使いやすいですよ、超使いやすい。いや本当にこれはオーディオデバイスの問題さえ解決すれば、あのオーディオデバイスってなんか変な声になるっていう、あのバグさえ解決すれば完璧ですよ。これ充電しながら使えること分かったし、あの OTG ケーブルと USB ハブつなげばバッチリ充電しながら、しかも充電してあの減る方向じゃなくて、あの充電が増える方向で運用できるみたいです。配信しながらでも。そうなのに、あのタブレットを役に立たない捨てろとかウェディングクレーとかいうコメントが多くて傷つくじゃないですか。てかそういうネタなんですよね。なんかその新しいものを買うとそれをけなそうとする人が出てくる。でそれに反応してしまう自分がまた悲しい。長崎県は最低賃金も全国屈指の、食事が安かったんですよね。確か昨日食べた昼ご飯が都議通行の近くのあのフェリー会社と同じ系列のホテルで450円のチキン丼がえらいボリュームでした。あーこれ昨日の分だから。あ、熱もほとんど出ないです。ん、これはミックス2番目。え、本当ですか。見つけられなかった。ん、ケーブル、あ、ですね、ですね、この組み合わせでいけます。こっちが、まあ、これ L 字型である必要は別にないんですけど、マイクロ USB とマイクロ USB とあの普通の A 型メスの、これが OTG ケーブルってやつ、オンザゴーケーブルで、こっち普通のただ あのただの USB ハブです。で、1泊2000円、iPad Air は持ってないです。で、この状態にすると、で、こっちのハブの方に、電源つないで、電源つないでからつなぐんですけどね、本当は。ここに電源つないだり、あと、ウェブカメラとかつないで、で、こっちに挿すと、ウェブカメラも認識するし、充電もできるんですよ。まあ、ただ、保証されてないんで、それで何が起きたって私は知ったこっちゃないですけどね。という情報は人によっちゃそれなりに有用だと思うんですけど。レノボ、元 IBM ですよね。IBM が売った先がレノボなんだっけ。あのシンクパッドシリーズとかも今レノボが出してますよね。いや、あのこれだけで配信もで、やっぱりこっちだとですね、あのネットの情報収集がしやすいです。あの今配信で使ってるこのルークスはですね、このルックスはですね、あの画面が小さすぎて操作しづらいんですよ。あと反応が遅くて、ちょっと重たいフラッシュのページとかぶつかるとすぐに止まってしまうんで。あ、そう、マイクロ USB、 そうなんですよね。私もそれ気になります。自転車のハンドル、いや、これウエストバッグに入れてやったりしてます。昨日これでやって声が変になるんで
あと電波がないのはまあこれのせいじゃないですよ。電波が悪いのはミックスのせいじゃないですから。IBM レノボも生理的っていうのがあるんだ。中国製を排斥してたらですね、中国製じゃないものっていうのはそもそも身の回りにあんまりないですよ。アプリなしで、ですね、FMLE でやったらバッチリでしたけどね。ただ電波があればの話。昨日は電波がない方でひどいことになった。よかったですよ。はい、入手できたんで。文字入力は、いや、Windows の文字入力はまだまだ過渡期だと思います。とてもじゃないけど、こんなん売ってられん。ポタファイか。生理的に。なんか一遍嫌いになるとダメってなりますね。指で。で、Windows 8.1 はこのキーボードなんですけど、文字入力するフォームが簡単にキーボードに隠れてしまう。文字入力してる場所が分かってんだったら、キーの表示に合わせつなり、キーボードの表示位置を変えるなりしろよ。なんで隠して平然としてんだよ、入力フォームを。というわけで、Windows の、タブレット対応まだまだって感じですね。ハッキング、あ、バイドのやつですね。あれもなんかな、私もなんか入力、まあ全角だけが送られてるみたいな話があったんですけど、送ってるのはどうかなと思ったけど、だから中国製は 100% 危険で、コンピューターは全て買うべきじゃないみたいな考え方も、ちょっと聞いてて頭痛くなりますね。よいしょ。なんかその中国を叩いていい気になってる人が多い気がする。叩きを叩く。窓たくさんできます、できます。デスクトップ画面でいっぱいできるんですけど、ただ、タブレットモードとの切り替えが まだまだなんか、よくわかんないですね。というわけで、あとは、ああ、そうだ、外の様子は一応見せますか。いや、これもなんか分裂キーボード画面あるんですけど、それでもな、なんかいまいち。ピョコンと、あ、本当ですか。ウイルスじゃなくて、変換。寒い。一応該当はちょっとありますね。中国来産というか、中国をただ偏ってる、そうかな。お客さんいないです、私だけです今日は。いや、今の状況、街灯はこの2つだけですね。で、肉眼だとほぼ何も見えてない。お尻ネタ、お尻ネタですか。ちょっと待ってください。デフォルト設定戻して、よしか、明かりがない。ああ、挟まった、危ない。まあ、危ない。グローブが濡れたんで、こうやって乾かしといたんですけど、今外に落としそうになった。危ねえ。もう時間ないですけど、じゃああとは押し入れの中。こういう綺麗なクローゼット風なんですよ。何がよくわかんないし、どっち向いてるのかもわかんないし。で、押し入れはこんな感じです。変換ソフトは今の延長しない。いつも夜枠はだいたい30分。